どうも、マイ放送室へようこそ。私はマイケル。よしです。よし、カエルになっちゃったよね。はい、久々のマイ放送室ですけれども、本日はですね、2020年3月21日江戸本現地時間、午後10時13分でございます。今日も、適当な感じで元気いっぱいで江戸本という街から、ほぼ生放送をお送りしたいと思います。よろしく。非常にアットホームな冬だね、感じ。もう立春したけどね。立春っていうか、あ、21日ですか。そう、昨日やな。昨日は春分の日や。立春って言葉ある？立春あります。合ってる。あ、OK、合ってるね。まあいろいろあったね。ね、前回の放送、僕の記憶が正しければ、桃引きを見せた回やったっけ。 あれが最後か。そう、それワイルドな、そう、それからもう3ヶ月ぐらい経ったわけですよね。でしかももうどっからスタートしたらええかわからんわ。ウイルスの話もあるし、ここアルバータ州も経済的に結構ね、厳しい状況にはなっております。それは今の現実でございます。ダブルパンチということで今日の話ももうほんまにね、山ほど、ございます。そして僕こうだらっとしたこの格好ですね、実はですね、一つの原因というか理由というかあります。で今も、政府からも、出されたけれども、別に法律じゃないけれども、自主的に隔離しましょうっていうね、それぞれ別々で、行動しますということで、ほとんどの人ですね、今、できる人だったらもう家で、仕事することになったわけで、私も先週の火曜からですかね、在宅勤務っていうね、ことになっておりまして、まあちょっとね、慣れるまでちょっと時間かかるかな。まだ恵まれてる方だよね。そう、家で仕事できるっていう。そう、その通り。でほんまにね、詳しいことまではちょっと言えへんけれども、まあ、先ほどちょっと、触れたアルバータ経済的なその、ポイントについてですね、ちょうどこのウイルスの前の段階でボーンってきたよね、その州政府からもういろいろなバジェットカット、予算の削減ということで、仕事を失ってしまったっていう方も実はおるわけ、僕の周りにも。僕ほんまに非常にですね、ラッキーというんですかね、仕事に関しては、そういう影響はまだ、出ていないと。ただこの先は分からへんな。バジェットカットはここで終わるわけではないらしい。いろいろな、ね、話が出てきて、本物の話とか噂話もあるけれども、ただ確実に、分かってんのは、バジェットカット、終わっていませんという、ね、不安に包まれている中、ダブルパンチで、ウイルスのアタックもね、アタックナンバー2ですよ、それは。そうで、さらにアルバータっていうと石油ですね。ああ、もう そこに行くとね、今日の話多分その、何上下に分けて2部に、そこもそうそれ触れてしまうとね、危ないわ。パンチ、ダブルパンチどころかトリプルパンチ食らってるんじゃないって。ここまでちょっと言わしてもらおうかな。申し訳ない、バカ野郎たち、石油戦争ちょっとやめろ、こっち結構被害受けてますね、そういう、そのぐらい置いとこうか、はい、ね、ちょっとそこまで深く突っ込みたくないし、はい、この放送基本的にもう適当な放送やから、そんな深いとこまで突っ込んだらもうね、収まらへんわけ、ね、で今もう世界中どこにいたってウイルスの話が一番ね、トップに出てるよね。ヒッチコーク。ヒッチコークまさか今日ヒッチコークっていう名前がね出てくるとはな、思わなかったけれども、でもまあわかる、気分っていうか気持ちわかるわ。で何やったっけ、ここね、自主的に自宅で仕事するという一つのことと、あれですわ、ソーシャルディスタンシングっていうかな、社会距離っていうね、これ近い。で、これはちょうどいいかな。一応政府の、提案で、周りの人で、
最低でも半径2メートルぐらい上げとけっていうね。で僕は 1.83 ぐらいか、だから僕の身長より足す12センチぐらい、その2メートルでお互いに僕の身長と同じような、距離を保ちながら行動しましょうとね、いうことでソーシャルディスタンシングっていうね言葉がね今最近ねニュースでもね頻繁にねですね、聞こえてると、はい、まあありがたいことに、まあ、それちゃんとね守ってくれる方も、おりますけれども、まあ残念ながらね、今日どこ行ったっけ、うちらスーパーもう平気でこう突っ込んでくる人もおるよね。もうどういう心境で突っ込んでくるかちょっと分からへんしな。逆になんかこっちが何ほら近いよみたいな感じで合図したら向こうが何言ってんのぐらいの顔されたから、なんでこっちが悪いみたいな、ね、なあ、それはねちょっともう そういうのは常識最低限でもね守ってほしいわけですよ。第三者から見たらもうアルバータ州ちょっと警戒しすぎるんちゃうっていうね風に思われるかもしれんけども、ただその警戒するっていうことによって、このウイルスの拡散ね最小限に抑えようっていうね、ことになるから、別にこう過敏っていう話ではなくて、決して悪いことではなく、予防っていうかね、うん、ね、それが大事、うん、もうだってみんなこう病気になって、ね、死んでしまったらどうすんねんって話やな、うん、でそしたらもうまさにこの地球上はこの動物たちしか、いなくなるわけ、ね、うん、はい、だからそのパペットマペットみたいな、あ、回復のおるよねパペットマペット、俺牛になるかもう、で今日ねやっぱね、僕もほぼ1週間、家でずっと仕事してて、うん、まあ、どうしても外をちょっとね出かけたくてね、でそれにまあ買い物とかもせなあかんやな、やっぱりもう日常的に必要な、食材とかね、それももちろんのことやから、スーパー行ったり、その後ちょっとね、久々にこう何ドライブスルーですか、スタバ行ったよね、でスタバにもうドライブスルーしかなくて、でそこをね何だろうな、僕運転席の方に座ったやん、でよし助手席、僕の方から見たの同じようにドライブスルー行ってスピーカー越しでホットラテ、エキストラホットで注文したよね。窓口まで行ってないけれども途中ちょっと待ってたわけ、前車に3台があったよね。で俺ふと見上げたらスターバーの看板、そのこう丸い緑のやつあったやん、でその下にドライブスルーって書いてるよね。その一瞬ちょっと時が止まったような感じで思ったのが、あ、これからこれが普通になってるわっていう、みんなドライブスルーするっていう、うん、いう一瞬が僕も思わず写真撮ったの、うん、覚えてるかなその光景、うん、でそこまあ無事に今度は吉野ラテ受け取ったという今日、なんちゅうかな、普段ドライブスルーなかなか行かれへんけれども今日2回も行ったよね、うん、これからそれ普通、うん、どうでしょう。いや別に何とも思わん私は。あ、そうか、うん、私はただ単に悲しいってだけ、要は週末とかにの楽しみの一つだったじゃんね。 うちら別にコーヒーとかお茶とか外で飲むことに無駄遣いと思わない二人じゃん、うん、思う人たちもいるけれども、うちらそういうんじゃないじゃん。そういう楽しみやな、うちらにとって。そうだからそこに行って景色のいいところ行こうよとか新しいところ開発しようよとかっていうことができなくなったのがちょっと悲しいぐらいで、ね、別にドライブスルー、うん、もうそれが普通、もう普通っちゃもう普通だからしょうがないかなみたいな感じかな、ね、私は。ただその何ちゅうかな、まあ、今言うたようにね、その店の周りとかそういう雰囲気とか、うん、こう景色とか眺めっていうか、うん、その楽しみがねもうしばらくないよ ね、うん、でうちはちょっと変わったっていう感じですかね。もう普通のチェーン店のスターバーとかティーム・ホートンズに行くのにここの店眺めがいいかなとか、そのテーブルとか綺麗かなとか、そこまで言うとこだわりがあるよね、うん、ね、でもそれも一つの楽しみやない。そうなの、ね、ちっちゃな楽しみだったんだけどね。そうで特に
今しばらくそのね形式見せることさえできなくて、うん、空港に近く、あるスターバーがあってな、で目の前がね結構でっかい窓があってカウンター席やねんけど3席しかないの、うん、でその窓の外側にちょうどドライブスルーがあって、うん、でそのドライブスルーの向こう側にもう県道県じゃないここ州や日本か州アルバータ州の国道国道か州道かわからんな2号線か、うん、ハイウェイ2、うん、横ガーって横切るよねこうバーンバーンバーンってねその、うん、まあ車走っててでさらに向こうになんかまたほらあそこビジネスエリアだね、うん、そういうの一つ一つ小さな楽しみもあったのに ね、 でしかもそこハイウェイやからたまに、警察のスピード違反の取り締まりそんなのをね眺めたりのねそうそういうもう細かいことまで言うたら ねそう空広いからなあっちの方で雷鳴っておおこっち来るよとかなんかな思ったりなんかなあ、ね、でタイミングよかったらもう飛行機の離陸着陸もねそういううちら楽しんじゃってたなそう一般人だからうちらは、ねで日本に、いらっしゃる皆さんはどうかな、うん、そこもちょっと不思議に思うけれどもこっちこんなにね、警戒しながら、みんな生活送ってるけれどもなんかね日本の話聞いたらねみんな普通に生活してるよねしてるみたいなんか自粛っていう言葉を言われてるから、うん、行きたい人はまあ行ってるんだろうね自分たちの気をつけてできる範囲で、ね、そこがなんか自分の中ではどうなんだろうなっていうところもあるけど、うん、ねもうあんまりでもなんか家の中にずっと行ってもストレスもたまるし、ね、この暖かい今も日本だったらお花見でしょ、うん、ね外に出てみんなでさ、ね、したいよね。したいよね。だから今の花見とかもちょっと変わったよね。外でこうみんなワイワイとする酒飲んだりなんか美味しいもの食べるとかそうじゃなくて単に見に行って帰るっていう形になってるんけ。ちょっとニュース最近ね全然ね見てへんからちょっと分かれんけれども、ただもうほんまにその日本の春だと桜、ね、花見っていうその楽しみぐらいねぜひね続けてほしいね。そうだよね。だってほら卒業式とかのシーズンだったでしょ。それがそれもね無人のあれになってるって、ちょっとあれ悲しんでる親御さんたちたくさんいるよね。だってもうほんまに一度だけじゃないその卒業とかさ。そうだよね。学生さんたちもね3年間頑張ってきてさ、ね、まあ なんだろう、もう世界のどこに、ね、行ったってねやっぱこういうそのコロナの問題ね、本当に影響いっぱい受けてるよね。はよ終わってほしいな。終わってほしい、ね、みんなこうちゃんとね、マナー守って、うん、自分のことだけじゃないから、うんね、周りの人も、ね、助け合って、おそうそう、ね、団結、そう人類は不滅。今ちょっと着地が悪かったねまあてことで こっちもうちら久々の放送やからちょっと錆びてるよね。はい、申し訳ない。もう全然やりたくないわけじゃなくて、もうちょっとね、いろいろな事情が、あってね。はい、でそれも別の、タイミングで、別の場所で。場所は多分ここは変わらんな。はい、今、外に出ることもできないからね。うん、このバッグだけちょっとチェンジしようか。今ちょっとバルーンと。公園行ってもいいじゃん。人がいなかったら。人いなかったらね。うん、あと車の中からとか。車の中、はい、あの外を映しながら、おマイケルが運転しながら喋れるなら、おどうですかね、うん、やってみようか。危なくない程度で。あよしごめんね、今よしのカメラね映ってないからもう言うてないけどさ、ここずっとノリがついてるよ言わなきゃわかんないんじゃない。ごめんなさい、今こうなんかついてるなと思って。言わなきゃわかんないんじゃない。すいません、はい、口には何にもついていません。取れた、ほら取れたよね。はい、綺麗に取れたよ。はい、ということで、本日の放送はまあここまでということですね。またいつ、皆さん見合うかちょっとわからんけれども、まあ、近いうちね、ぜひまたやりたいと思います。それまで皆さん、元気で。元気で。うい、いくよ。何やったっけ、ものの、ものの姫。
生きろちょっとそのセリフもちょっと復習しようか。持ってるかな、うちの SDVD。 はい、ということでですね、最後まで、ご覧いただき誠にありがとうございました。私はマイケルヨッシーでした。あ、ヨッシー、キスしたら人間に戻るか。じゃあカエルのまんまで、じゃあまた今度、みんなごきげんよう。見えてる。